神の手は祖国を救いぬの台本、ネストル・バシー・リエビチク・コリニクは、ロシアのサンクト・ペテルブルク出身の詩人、劇作家、ロシアの作曲家、ミハイル・グリンカと友人でもあった。1809年9月8日、ロシアのサンクト・ペテルブルクにて、ルシン人で、教師、旧貴族であった RU の元に生まれる。1821年から1829年まで、 ウクライナのニージンにある EN、ンリン、ゴーゴリステートユニバーシティにて学び、ウィーン大学を卒業し、ポーランドで教師を務めた。その後、劇作に関心を示して1833年に、イタリアの詩人についての生涯を描いた、諸女作、タススを表す。また、同年、1804年より友人であったグリンカが、作曲した、オペラ、皇帝に捧げた命の、 第四幕に新たな詩を付け加えた。1834年、ロマノフ朝に関する歴史劇、神の手は祖国を救いぬは、第十一代ロシア皇帝であるニコライ・一世と擁護者たちにより称賛された。1840年は、ロシアの作曲家であるマクシム・ベレゾフスキーに関する短編小説を表す。1857年に多ロ録に定住するようになる。 1868年12月20日、タガンログで亡くなる。2008年には、クコリニクの生誕200年を記念し、タガンログにある通りがクコリニクにちなんで命名された。AB 野崎勝夫、クーコリニック、日本大百科全書、2019年6月2日閲覧。56029.112007、ありがとうございます。